七瀬さんが帰ってきて数日、いつも通りの生活のはずが。七瀬さん、どこに行くんですか？七瀬さんの投稿が気になって仕方ありません。今日は隣町まで徹くんと打ち合わせに行ってきます。あ、そうですか。夜には終わるので高橋さん一緒に帰りましょう。会社まで迎えに行きます。高橋さんもお仕事頑張ってくださいね。はい、行ってらっしゃい。七瀬さん、甘やかされてしまった。よかった、今日も。ある、七瀬さんがいなくなったあの日、捨てられたと思っていたグッズは七瀬さんが帰ってくるとともに何事もなく戻ってきた。あれ、処分したんじゃ。してませんよ。前のグッズは人に触られた形跡があったので作り直したんです。そうなんですか。てっきり俺に興味がなくなったのかと。なくなりませんよ、失礼な。だって写真破ったじゃないですか。あれは高橋さんの写真じゃありませんよ。え？みどりさんが高橋さんに変装している写真を破ったんです。あの場ではああするしかなかったので、写真とはいえ高橋さんを雑に扱いたくなくて、不安にさせてしまってすみません。あ、よかった、そうだったんですね。これからはずっと一緒にいられますよ。もう離れません。そうですね。本当に全てが誤解だと分かっても不安なものは不安で。七瀬さん、本当に隣町にいる。七瀬さんは俺を選んで帰ってきてくれたし、一緒にいるとも伝えてくれた。だから安心して疑うことなんて何もないはずだ。また突然いなくならないか、出られないか不安になる。高橋さん。七瀬さん、お疲れ様です。行きましょうか。ああ。あ、高橋さんから手を。しまった。とっさに、帰りましょうか。別の日。七瀬、後ろ。トール君と七瀬さんが近い。さらに別の日。七瀬さん、どこに行くんですか？何するんですか？七瀬さん！どこに。こんなにベタベタ、気持ち悪いかな。でも、やめられない。高橋さん、GPS 共有しますか？え？高橋さんが安心できるなら、私は全然構いませんよ。知りたいと思ってくれて嬉しいです。もう見てます。なんて、堂々とできるならしたい。だけど、いや、大丈夫です。すいません。ああ、そうですか。残念。コンビニ行きませんか？え、行きます。はあ、気にしすぎて疲れた。七瀬さんのことばかり、良くないな。そうだ、みどりさんにお礼をまだ言ってなかった。いりますか？いろいろ協力してくれたんですから、しないと。電話とか、メールとか、事故。この会社、七瀬さんのお父さんの、みどりさんたちが、七瀬さん、知ってました？まあ。大丈夫なんですか？お見舞いとか。さあ、一応生きてはいるみたいだし、大丈夫じゃないですか？何があったか深くは知りませんし、そもそも、私に二度と連絡も来ないと思いますよ。縁を切って出てきたので、もうあの人たちと関わることはありません。高橋さんの元に戻るのに、いらないものは捨ててきました。元からいらないものだったので、気にしないでください。そんな、この反応も仕方ないんだろうけど、本当に心配すらしてないんだ。きっとあの人たちが死んでも七瀬さんは何も思わないんだろう。泣くことも笑うこともない。七瀬さん、もし俺が死んだらどうしますか？それは、そうなったら私も死にます。高橋さんのいない世界なんて意味ないので。七瀬さん、七瀬さんの感情を動かせるのはきっと俺だけ。謹慎だけど嬉しい。ずっとこの感情を向けてほしい。安心させてほしい。絶対に一人にしない。だから俺のことも一人にしないで。七瀬さん、俺と。でもこれで邪魔者がいなくなったのでよかったです。私たちの関係もゆっくり進められますね。それは結婚とか
この先の話ですか？はい、別にいいかなって。あっぶな、勢いでなんか言うところだった。てっきりこうなると今すぐ結婚しましょう。いやいや、俺がショックを受けるのはおかしいだろ。元はといえば俺が理由をつけて流してただけで、俺のことを捨てるつもりなら帰ってこないだろ。その意味を考えろ。何一つまだ出した条件を達成できてないけど、そうも言ってられない。誰にも邪魔されたくない。高橋さん、寝ますか？まだ責任を全ては負えない。だけどこの思いを伝えたらモヤモヤも晴れる気がする。よし。へえ、七瀬さん帰ってきたんだ。よかったね。本当に人騒がせなんだから。ごめん。ほら、おとなしく待っててよかったでしょ。そうだな。七瀬さんのお兄ちゃんに対する執着は思ってる以上にすごいんだから。それで真っ白、相談なんだけど。待って、嫌な予感がするんだけど。七瀬さんにプロポーズしたいんだけど悩んでて。ほら、私が聞かないとダメ。メールにいくつか候補を送ったからダメ出ししてほしい。長文キモ。真っ白はどれがいいと思う？他の女に聞くのがないと思う。え、真っ白？もしもし？必要なもの。こっちか、こっち、いや、こっちか。夜景の見えるレストランでプロポーズ、いつもの日常でプロポーズ。七瀬さんはどっちがいいんだろう。プロポーズのシチュエーションっていろいろあるんだな。誰かにもう一回聞くか。どうしたんですか、高橋さん。七瀬さん、何か悩み事ですか？ちょっと、あっぶな。携帯の画面見られてないよな。見られてたら恥ずかしくて死ぬ。シチュエーションも大事だけど、それだけじゃダメなんだよな。高橋さん、何作ってるんですか？明日のお弁当？ちょっとおつまみを。おつまみ？お酒飲みませんか？ん？いいですよ。まずはプロポーズに必要なあれを用意するために七瀬さんを酔わせる。七瀬さん、いけたか？別に寝てる時でもいいんだけど、念のために起きないでくださいよ。よし、これであとは準備するだけ。重要なもの、それは指輪だ。分かってたけどやっぱり高いな。3ヶ月分。実家への仕送りは事情を話してやめたし、少しずつだけど貯金もできてきた。日和るな、根性を見せろ。俺、七瀬さんにプロポーズするんだろ。あ、俺にも手が届きそうなものもあるんだ。でもいいのか、一生に一度なのに。種類もいろいろあるし迷う。そもそもこういう指輪、七瀬さん欲しいかな。どんなのにしよう。手作りとかもあるのか。さすがに重いよな。でも七瀬さん、髪の毛で作るダイヤ欲しがってたしな。いやいや、さすがに。でも喜びそうではあるけど。手作りですか？手作りか、もう少し考えよう。今日も決められなかった。ただいま。おかえりなさい、高橋さん。最近遅いですけど何してるんですか？七瀬さん、残業ですか？そうなんですよ、帰り際に仕事が立て込んでしまって。やばい、なんとかごまかさないと。そうなんですか、怪しい。本当です。高橋さん、嘘ですよね。本当は何してたんですか？え、残業ですよ。顔を見ればわかります、仕事の疲れではありません。そうなのか？何か困ってることがあるなら言ってください、心配なので。七瀬さんが心配するようなことはしてないので安心してください。隠し事ですか、もしかして？七瀬さんだって俺に隠し事してたじゃないですか。とにかく話せません。これ以上詮索しないでください。あ、しまった、思ってもないこと。違う、言い過ぎました、すみません。いえ、確かにそうですね。私の方こそすみません、少し過干渉でした。明日早いので先に寝ますね。あの、七瀬さん、最悪だ。
ひとまずバレなかったけど、喜んでもらおうとしてただけなのに、どうしてあんな言い方をしてしまったんだろう。あれ、もしかしてまだ見えてます？な、七瀬さん、ちゃんとお礼言わなきゃダメですよ。チャンネル登録よろしくお願いします。